せーの、毎度みゆちゃいです。今日はくま取り&脂肪注入整形後の初メイク動画です。もうこの動画出してる時にはくま取りと脂肪注入の多分整形動画が出てると思うんだけど、それのダウンタイムが終わって顔がバージョンアップされたのでメイク動画撮っていこうかなと思って、お気に入りの新しいコスメとかもあるのでそれも紹介しながらメイクしていこうかなって感じの動画であります。みゆはさ、そのポコっていうクマじゃなくてここの色グマがめっちゃ気になっててクマ取りやってんけど、でまあそのついでにいろんなとこに脂肪注入したって感じやねんけど、見て、すっぴんが今までと全然違うくない？めちゃくちゃここにさ色のクマあったと思うねん、今までのメイク動画のすっぴんを見てもらうと。けどコンシーラーで何にも隠してないし、ほんまに今すっぴんの状態、カラコンだけ入れてる状態やねんけど、わかる？全然色のクマなくない？まあ、全然ってか、ちょっとはあるでそりゃ、けどほんまになくない？すごくない？ほら、しかもデコの丸みもめっちゃ綺麗に出ております。めちゃくちゃいい感じ、マジでやってよかったと思ってる。今クマ取りの詳しい動画はもうすでに動画出てると思うのでそっちチェックしてください。ってことで早速参りましょうか。まあ今回はめちゃくちゃ詳しくメイクのプロセスをこの説明するっていうか、レッドゲットウィズミー、レッドレディウィズミーみたいな感じでさささってやっていこうかなと思うけど、新しいアイテムは紹介していきます。はい、下地はこれ、ビムのキープコンフィデンスプライマー。まあ、ファンデーションは後でちゃんと紹介するんだけど、ビムのクッションファンデーションを使うので、まあ、同じラインで今回使っとこうかなって感じです。クリームな感じやねんけど、こうなんか塗るとサラサラになる感じの、あのあれに似てるよ、サンローランのプライマー、わかる？透明の、塗ったら毛穴を埋めてくれて、こうサラサラツヤツヤンでサラサラーンってなるやつ、あんな感じ。匂いがめっちゃいい、香料やと思うけど。はい、ファンデーションはこちら、ビームビューティーのエフェクトライクフィニッシュファンデーションキットの26番です。これさ見て、汚くてごめんやねんけど、クッションファンデーションとコンシーラーが3種類もセットになってついてんねん。めっちゃ良くない？これはクマとかニキビとかを消すための赤みコンシーラー、一番下が小鼻とか口周りのくすみを消す用のコンシーラー、で真ん中がファンデーションと同じ色のコンシーラーやから、この辺やった後にさらにこう消したい部分があればこれでって感じなのかな。先にコンシーラー使ってこの辺消していく。今ニキビ跡とかだけ赤いコンシーラーで隠しました。鼻周りはさ、やっぱりディオールのいつも使ってるやつ使いたいから、鼻周りは後でコンシーラーします。で、クッションファンデーション、このクッションファンデーションさ、あのマリリンさん、 YouTuber、 美容系 YouTuber のマリリンさんプロデュースのやつやねんけど、そのマリリンさんの動画見て汗皮脂崩れにどれだけ耐えられるか検証みたいなやっててんやん、このクッションファンデーションの。それがすごすぎて見てほしい、みんなに。マジで半分クッションファンデーションして42度のお風呂に30分使っても汗びっちょびちょで、すっぴんの方の顔は真っ赤っかやのに、こっちのファンデーションつけてる方の顔はもう赤みもなければメイク崩れも全然してなくて、シミそばかすニキビほくろとかもう全部隠しきれてて、すごーってなって買いました。一回見てほしい、絶対買うことになる、あの動画見たら。でも確かに汗皮脂には強い方と思う。しかもカバー力すごい、これ。まあ、夕方まで絶対崩れないかっていうと崩れるなってミウは思ったけど、カバー力強いし、クッションファンデーションやのに汗皮脂にはかなり強いなと思った。見て、今クッションファンデーションしただけで目の下コンシーラーしてないねんけど、どう？めっちゃ隠れてるくない？っていうか隠れてるっていうか、目の下の色クマ消えてクッションファンデーションだけでも十分になった。すごくない？マジ感動やねんけど。今までやったらさ、ファンデーションしてからもうコンシーラーを結構20、30って重ねても色のクマがちょっとうっすらね出てきて気になっててん。でも夕方とかなったらもうメイクも崩れてきてさらに色クマ目立っててんけど、ファンデーションだけでこれってすごない？普通に。え、すごくない？え、マジでやってよかったんやけど。え、嬉しい。え、めっちゃ嬉しい、すごいわ。
いや、色クマに悩んでる方ぜひやってほしいの。もちろんこのポコっていう脂肪のクマがある方にもね、おすすめしたいというか、おすすめ、整形をおすすめするものではないんやけど、本当にやってよかったって感じ。まあ、小鼻の周りをコンシーラー、このコンシーラーはいつも使ってるディオールのコンシーラーです。もうこれは何回も登場してる。で、お粉はこれ、コスメデコルテの00番。このパウダーも、もう前に紹介したやつ、ずっとこれを今使っております。はい、眉毛も変わらずセザンヌの超細身アイブロウ02番のオリーブブラウン使って、はい、描いていきます。眉マスカラはケイトの BR2 番ね。これもずっと同じの使ってるわ。まだアートメイクが1回目やから、もう1回目入れて半年以上経つんか、余裕で。からもう消えかかってんねんな。もう早く行かなあかんねんけど、ともみ先生予約取るの大変で。ハーブのともみ先生めっちゃ上手やからおすすめ。で、涙袋はエクセルのアイブロウペンシルの PD02 番か。これで涙袋を先に描く。みで、シャドウが最近買ったアディクションのザ・アイシャドウスパークル015番 SP。 これマジで可愛くてさ、もうインスタにもツイッターにも載して、もうファンの方たくさん真似して買ってくれてんねんけど、ほんまに可愛いねん。コーラルカラーに多色ラメがぎっしり入ってて、もうラメ密度がめちゃくちゃ高くて、ラメのキラキラ感とラメの濡れツヤ感、こう両方演出してくれる感じでマジで可愛い。もうイエベは大優勝やけど、全然なんていうオレンジではないから、ブルベの方にもおすすめしたい。手に出したら、なんやろ、もう肉眼で見たらマジで可愛いねんけど。よかったらツイッターとかにも写真載してるから見てほしいねんけど、マジ可愛いの。で、これ、まあ、ポイントメイクで、このまぶたの上とか涙袋とかだけに使っても全然可愛いねんけど、今日はこの子ワンカラーで、上まぶたも下まぶたもやっていこうと思います。上まぶたは、筆で取って、二重幅と、その上少し塗っていくって感じ。今、上塗ってみてんけど、こんな感じ。めっちゃ可愛くない？薄くコーラルに発色してくれる。で、めっちゃラメギラギラ、かわいい。で、これを下まぶたにも塗ってく。下まぶたはこういうチップで取って塗っていく。じゃないと筆で塗るとちょっとラメが散りばって怖いから。でもこのアディクションのシャドウ、めちゃくちゃ多色ラメぎっしりで、ラメ密度高いねんけど、なんて言ったらいい、ちょっとウェットな感じ、湿ってる感じやから、肌にのせた時にめっちゃつきやすいし、ラメが暴れない。他のとこにバーッと飛び散ったりしやん。見て、涙袋爆誕。このあんまりオレンジとかピンクとかに発色しない、ちょっとニュアンスっぽいカラーやのに、ラメぎっしりが超可愛い。で、これでなんか仕上げてもいいねんけど、ミユはほんのちょっとだけ、まあ、これはスックのアイシャドウパレットやねんけど、こういうシャドウパレットについてる締め色あるやん、これで上まぶたの目尻と下まぶたの目尻にちょっとだけ締め色置く。はい、こんな感じ。で、アイライナーはラブライナーのミルクブラウン。これももうずーっとこれ、これしか使ってない。でもラインは目尻にちょんちょんだけ描く。もう粘膜も目頭切開も今は全然もう引いてない。こんな感じで目尻だけちょーんと描く感じ。結構整形後のダウンタイムについてインスタでも質問もらうねんけど、まあ、整形後のリアルなダウンタイムの様子はもうすでに出してるクマ取りの動画にまとめてるので、それ見てもらったらわかると思うねんけど、結構ダウンタイムが早く終わるように意識して生活はした。例えばむくまないように頭はめっちゃ上げて寝るとか、あとこう術後 2,3 日晴れのピークな時は冷やすとか、ネスタマシート貼ったり氷枕して寝たり、この時期めっちゃ寒いねんけど冷やして寝たりとか、黄疸が出始めてからは冷やすと良くなくて、この黄疸を早く取るにはこう体の血の血行を良くするから温めた方がいいって聞いたので、冷やすことはやめてそうやって過ごしたりとかしてた。結構氷枕良かったと思うけど、あと頭めっちゃ高くして寝るとか。み次、ノーズシャドウはセザンヌ。ここだけしか使わんから、ここばっか減っていくよね。鼻先とで同じ色味で目頭、目頭はこういうなんか太めのブラシで描いちゃう。で、シェーディング、シェーディング、ミーはほんまに顔がでかいからシェーディングが大事なんです。あと輪郭もやっぱりシェーディング入れると、こうぼやってしてた輪郭がこうシュッてキリッとするから、シェーディングはマジ大事。シェーディング、これ前も紹介したこれ、アートクラスバイロダンシェーディングフェイスカラー。
で、これも割れちゃったから新しくして今めっちゃ皿やねんけど、だいたいここの2色混ぜて使う。ハイライトも新しく追加してんけど、まずはこちら。もうずっと使ってる、何回も登場してるこのマック。名前がもう消えてしまったんですけど、これをいつも通り筆に取って、このほっぺたとこの C ゾーンっていうのに通す。で、おでこの高い位置に丸く入れる。で、顎にチュチュチュン。今まではもうこのマックのハイライトで今やったとこプラス鼻とかもやっててんけど、新しくこちらディオールバックステージフェイスグロウパレットの001番、これを鼻と目頭に入れます。もうこれめっちゃ有名やんな。指にとってこの鼻先にのちょっと高い位置に入れる。チューンとお鼻が見えるようにここにも入れます。使ってんのはこの白のカラーのところ、ここで。チップにとって目頭にもちょっと入れます。こんな感じ。マックのやつよりこうめっちゃパーンってハイライト効果というか発色してくれるから、こう鼻先のチュンと見せたいところにのしてみたりしちゃって。これシャドウにもなるんよね。でもただこの色はミユマジで似合わんから、この色は捨て色になっちゃうんやろけど、まあここをハイライトとして使って、まあ、ここも白く発色するのが苦手な人はここもハイライトに使えるし、まあシャドウに使ったりとかかな。でチークもお気に入りのいつものこれ、ミネラライズブラッシュウォームソウル。このチークマジで色味がいい。イエベさん迷ったらこれ使っとけって感じぐらいいい。でこれに、はい、追いハイライト、ジューシーのダイヤモンドジェルハイライト01番ムーンライト、これをこのチークの高いとこワンポイントだけに両方置く。自然光当たった時の透明感やばいし、純欲さを足したいならほんまにこのジューシーのハイライトおすすめ。みで、まつげは上下ラッシュリフトをしてるからビューラーは使わず、はじめにこれキャンメイクのクイックラッシュカーラーを塗ります。で、マスカラはこれオペラのマイラッシュアドバンス。でもこれももう何回も言ってるけど、ほんまにプチプラで990円ぐらいやったかな。やのに優秀すぎんねんな。上まぶただけ塗ったらこんな感じね。はい、いつものようにまつげがぐんぐん伸びてると思うねんけど、繊維じゃなくて速乾フィルムやから、この先折れがせずに綺麗にツーンってまつげが伸びてくれるから好きです。はい、黙って下も塗りましょうか。こんな感じで、がっつり描いたはずの涙袋がやっぱりシャドウとか塗って他が濃くなっていくと馴染んで目立たなくなってまうから、この眉毛描いたデザンヌのアイブロウペンシルでちょっと調整していく最後に。まあ基本いつもミユのメイクってアイテムが所々ちょくちょく変わるだけで工程は一緒なので、もし今回この動画で見にくかったよってとことか工程で気になるところがあったなら過去動画見てもらえたらもう大体一緒。はい、涙袋復活。はい、シピシピの02番を使います。がっつりオレンジメイクの時はこのロム&の方がめっちゃぴったり合うからいいねんけど、今日はそんなオレンジでもないしピンクでもないし、ちょっとコーラルっぽい感じなんで、このシピシピの02番の色味が合うかな。だからラメ感とかラメの大きさとかつき方とかはやっぱりロム&が好きやねんな、みゆ。本日は色味で軽く目頭から黒目の下ぐらいまでベタって塗るんじゃなくって、こうなんていうの、トン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 って塗っていく感じで。で、リップはアディクションザリップスティックエクストレームシャイン004番。最近これ買ってんけどめっちゃ可愛い色、ただちょっとオレンジすぎるのかなって感じではある。色味はこんな感じの色味、明るめオレンジやから夏っぽいんかな。テクスチャーはマットじゃなくてかなり滑らかで塗りやすい感じの、落ちにくさはないやろなって感じ。これはで、これでも全然可愛いねんけど、まあ、着るお洋服によったりしたらちょっと合わんかなって思った時とかはこのロム&のジューシーラスティングティントの22番、これを上から重ねてちょっとコーラルミというか赤みベージュを足す時がある。こんな感じであります。みイエーイ、服も着替えてお出かけの準備をしてきました。そんな感じで整形後の初メイク動画やったんですけど、いかがだったでしょうか。めちゃくちゃ頑固やった色グマもファンデーションだけでこんなにも綺麗に隠せてっていうか、すっぴの段階からほぼなかったような。
からほんまにクマ取りやってよかったです。マジで大満足。取ったクマ部分にこう脂肪を入れるついでにちょっと脂肪を多めに取って、このこめかみとデコ、あとほうれい線にも脂肪を入れてんけど、見てめちゃくちゃデコ綺麗。コンプレックスってほどではなかったけど、この眉毛の上とかがへこんでて、デコも平面やったから結構それは気になってたから、もうそれがこんなにも綺麗に解消されて、もう本当に満足。やっぱデコ綺麗になるとこうデコ出したくなって、こういう感じでベレー帽をかぶったりデコ出しスタイルをよく最近はしちゃいます。ダウンタイム中痛みとかはほぼなかったんけど、やっぱりこのゾンビみたいな自分の顔を見るのが毎日嫌やったし、外に出られへんとか、まあ、ちょっと生活が制限されちゃうこととかが結構辛かったんけど、まあ、耐え抜いて、まあ、まだまだですけどちょっと理想の顔に近づけたかなって感じで、まあ整形もお洋服とかメイクとかと一緒で本当に自己満足なんですけど、お洋服とかメイクと一緒でこのコンプレックス解消、自分を好きになるための手段の一つだなって感じなので、旗から見たらそんなに変わってないし、もっと他にいじるとこあるやろうと思うかもしれないんですけど、とりあえず一旦ミューは本当にクマ取りやってよかったなと思うし、脂肪注入もしてよかったなって思っております。満足です。はい、ってことで今日も最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメント、あとインスタの方のフォローもぜひよろしくお願いいたします。ってことでまた次の動画で、ほなまた明日、バイバーイ。